ぴっちゃんです。はい、今回はですねレゴでお札の両替機を作ってみたいと思います。前にね小銭の両替機は作ったんですけども、今回はお札が両替できる両替機を作ってみたいと思います。それでは早速作り方はこちら。はい、今回はですね両替した後に出てくる小銭はこちらのおもちゃの小銭を使いたいと思います。まあ今ね10枚用意したので、まずは10枚が入るような箱を作っていきたいと思います。はい、このような箱を作ることができました。今回ねこっち側は壁に当たる予定なので、ここは空洞のままにしておきます。はい、こんな感じで小銭が入るイメージです。はい、では次にこのような土台を用意して、はい、今回使うお札はこちら。こちらもおもちゃのお札を使いたいと思います。このお札が入るような枠をまずは作っていきたいと思います。はい、こんな感じで枠を作ることができました。横幅は必ず千円札よりも広く作って、縦の幅は今ちょっとねこっち側入りきってないんですけども、ここの一番端っこからこのブロックの手前のこの長さが千円札より大きければ大丈夫です。こっち側がこちらの小銭がセットされる部分になります。こんな風になるイメージなので、こっち側にも壁を作っていきます。そうしたらこの枠を7段にしていきます。はい、こんな感じで7段にすることができました。そうしたら次に千円札が中に入っていく仕組みを作っていくのですが、ここにはこのようなタイヤのパーツと丸い筒のパーツを使っていきたいと思います。前に出したカードガチャを見てくれた人はわかるかもしれないんですけども、このタイヤのパーツと筒のパーツがちょうどこのようにはまるので、筒のパーツを両端に4つずつぐらいつけていきたいと思います。はい、このように筒のパーツを取り付けました。そうしたらこれがここにねはまるイメージです。なので筒の長さはこの枠の大きさに合わせて長さを調節してください。はい、そうしたらこの筒が置いてある場所を避けて、さらにブロックを2段積み重ねていきます。はい、こんな感じで筒以外の部分を2段積み重ねることができました。そうしたら次にお札を入れる部分を作っていきたいので、お札の入り口となる部分にこのようなツルツルのタイルパーツを敷き詰めていきます。そうしたらここが空洞になるようにさらに2段積み重ねていきます。はい、このように千円札を入れる穴を作ることができました。そうしたら最後仕上げなのですが、ちょっと私ミスを犯してしまって、本当はねここに小銭が出てくる穴を作らなければいけなかったんですけど、ちょっと忘れてしまったので、頑張って今からここに小銭が出てくる穴を作っていきたいと思います。はい、このようにね小銭を取り出す穴を開けることができました。そうしたら今こっち側にね小銭が出てくる穴を作ったんですけども、まあ、それとは反対サイドにこのような坂になっているパーツを設置します。はい、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、ここに坂を設置しました。そうしたらこちらの小銭を入れるボックスを、はい、こんな感じで取り付けました。はい、そうするとねつまみを回すとタイヤが回るのと同時にこちらのボックスもこのように動くようになります。はい、そしたら最後にこの上から中が見えないように上に蓋をしていきたいと思います。はい、これでレゴお札両替機の完成でーす。はい、では早速ね両替していきたいと思います。まずはこちらの両替された後に出てくる小銭をセットします。これ小さい方を開けて、このようなボックスがあるので、ボックスの中に小銭をセットします。はい、ボックス自体が斜めになっていて小銭もぐちゃぐちゃですけども、落ちないでちゃんと入ってればこの状態で大丈夫です。そうしたらまた蓋を閉めます。はい、これで両替をする準備は完了です。あとはこちらのお札を入れて、こちらのねつまみを回すだけです。
では早速千円札入れてきます。さあでは回していきますよ。よいしょ。お、千円札が入ってった入ってった。あ、小銭が出てきた。あれちょっと1枚しかできないけど、ここからこのように、よいしょよいしょ、はい、という感じでね、こんな感じでお札を小銭に両替することができました。で、千円札はこちらのね、大きい方の蓋を開けるとこのように千円札が入ってるので、また取り出して、で、またさっきのボックスに小銭をセットすれば何回でも両替して遊ぶことができます。はい、ということでレゴお札両替機いかがだったでしょうか。特別なパーツは必要ないし、仕組みもね結構簡単なので、皆さんもぜひぜひ作って遊んでみてください。それではこの動画が面白かった、やってみたいと思ったら高評価やコメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録よろしくお願いします。私たちに実験検証してほしいネタも募集してます。応募概要欄からよろしくお願いします。